この手の深みのこのくぼみを使って骨を中に閉じ込めるイメージで押していきます。この時にお肉を押すってイメージじゃなくて、一回このお肉を上に上げて、これティッシュプルって言うんですけども、お肉をどかした状態で骨を中に押していきます。押し込むイメージでぐっと。で、手で押すっていうよりもこの肘の甲で押すってイメージ、中に押し込んでいく。で、手の力が弱い場合はこれテーブルとかを利用していって、肘をついて中に入れていく。力いっぱい押すっていうよりは柔らかい力で中に押し込んでいきます。で、この力がここに入る、この力が頭のこっちに伝わるイメージで、ここに伝わるイメージで対角線上に力が来るようなベクトルで押していきます。ついて、そうで、顎をこうやって上げていく。そうそうそう。で、この状態からちょっとこっち見る感じで上げていくと、頬骨が中にグーッと入ってくるのがある。顔を右回線して、手の位置は変えずに、そうそうそう、そこでストップで押してあげる、ぐっと。